I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11 and.中華は好きですか？中華は割と好きですね。なんかまあ町中華みたいなところに行くことの方が多いですけど、それこそ餃子をはしごしたりとか。どこも行列だな。うまそう。腹減った。やべえ今日まだ何も食ってないから。あ、そうなんですか。そう、もう夕方の4時半だけど、はい、まだ一食も食えてないからなんかペコペコになって食べ歩き楽しそうですね。なんかでも少ないのがいいな。そうですね。後でいっぱい食いたいから今日も爆食いするつもり満々でいますから。行っちゃいましょうなんかもういっぱいありすぎてどこ行ってもわかんないな。確かに店の数がもうすごいね。肉まん多いな。肉まん多いですね。みんな肉まん食ってる。あ、餃子とかもある。いろいろあります。ウサギじゃない、うん、あそこの小籠包、あそこの小籠包もあります。はいはいはい。焼き餃子ね。うまそうだな。え、どっちにしよう。あれ小籠包、あれ小籠包ですね。6個入り、4個入りとか。小籠包すいません、小籠包4個入りください。おお、うまそう。はいよ。カリッカリじゃん。これスープ系かと思ったら、ね、いただきます。大丈夫ですか？やばい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 こんな出てくる衝撃。あふれ出るとかのレベルじゃない。大丈夫。あふれ出るレベルじゃなかった。めちゃめちゃ小籠包の匂いする。あー寒い。どっち食べたの？怖え。めちゃくちゃ恐怖感じないか。爆発する。そうそう、めっちゃ怖い、ね、怖い怖い。うん、うまい。おいしい。なんか小籠包ってめっちゃ柔らかいイメージあったけど、うん、外カリカリ。はいはいはい。結構皮分厚いですね。めっちゃ分厚くてね、カリカリで、でも噛むとめちゃめちゃもちもちで、うん、中はお肉まぐら。溢れ出るほど、溢れ出るというかもう爆発するほど。あ、あったまるわ。来ました、本日大本命の。チャイニーズブロッコリーと呼ばれるおやつなんです。これシャキシャキしてすごい美味しいです。スーパーとかにも売ってないので珍しいです。じゃあそれもらえます。あとアヒル、はい、あとは車エビとか、あとこの看板メニュー、あ、エビアンタン。それ食べたい、はい、あとは孤独のグルメでも紹介された釜飯っていうのが、釜飯食べたい、ありますので、釜飯一つ、はい、あとこのアヒル、これも人気ですね。食べましょう。食べていきます。大地さんよりスタッフが先に食べましょう。アヒルが気になる。ああ、じゃあ、だから早かったから。でもあんまりあれですよね、撮影中にこう中空きとかないから、いつもお弁当で済ませたりで。おかずありますよ。 あるし、うん、僕はもうそれこそ地方行くと弁当嫌だから、近くのお店を今日みたいに調べてテイクアウトしてもらったりとか、サクッと食いに行ったりとか、はいはいはい。食べログしか最近見て、最近とかもずっと見てないですから、暇さえあれば食べログ見て、いろんなところのお店して、はいはいはい。
すげえ。はい。アヒルですか。アヒル、煮込みです。美味しいですね。煮込み。いただきます。いい匂い。すごい。うまそう。もう今カメラより箸持ちたいでしょ。いや、片手あったら白飯が欲しいです。ああ、いいですね。確かに白飯バッチリある。いただきます。うん、うまっ。グー出ました。グーが。うまい。米食いたくなるな、これですね、これお米ですね、うん、コーラも合うなみんなはビールとか紹興酒とか飲んでますね、うん、はい顔顔顔うまそう、はい、プリプリこれはすごいエビですよね、これねエビワンタ ン見たことないの出ましたよ想像したら震えました絶対うまいじゃんうわこれ爆発しねえから大丈夫すごいプリプリすごい細いなねうん細いですね歯応えありますね美味しい。うわ、でかっ。すごっ。はい。でかっ。はい。エビチリ的な感じか。ですね。これ初めて中国に行った時にエビチリが存在しないことにすごく衝撃を受けた。おー。エビチリって日本の中国料理。うんまご飯食べたい山の一つくださいはいうわお茶碗ですよ、お茶碗ですかお茶碗ください茶碗、はい、はい、いくつ美味しいおこげがしっかりうーん土鍋だからやっぱり野菜はい、なんていう野菜ですかバイラバイラはいすごいボリューム口がすごいね大宴会を口宴会をってアスパラぐらいあるうーん、ニンニクめちゃくちゃニンニクいるおいしい、シャキシャキ日本のブロッコリーって言ってたからましたね、しっかり食いましたねとにかく白飯欲が刺激されるごちそうさまでした、はい、ありがとうございます、はい、もう行列ができちゃってるから、うん、ちゃっちゃと出ましょうありがとうございました